礼しました。私エレファントカシマスの宮本浩司と申しますけど、ごめんなさい、今ちょっとMER っていうドラマあれちょっと見てましたね。ちょっともういろいろね、内容を言うとあれね、まあネタバレとかもあるんでしょうけどね、なんか結構悲しいあれがあったりとかしてね、なかなか佐藤そのしおりさんっていうのは妹役でね、頑張ってましたね。だからいろいろバラエティやりながらああいう女優やるっていうね、なかなかいいですか皆さん。それではあら、七尾さんは足の美脚を見せてください。中村勘三郎さんは歌舞伎を見せてください。的確なその指示をね、それぞれ MER っていうね、緊急の手術、まあ僕なんかもこうやって手術するっていうネタなんかありますけどね、こう髪の毛入っちゃったとか言ってね、まああんま受けなかったんですが、まあでもそういうごめんなさい、そういうまあ、医者のドラマにハマっております。ちょっと暑いんでやっぱごめんなさい、ちょっとやっぱまだ暑いんでちょっとアシスタントのセン君でございます。ありがとうございます、よろしく。ちょっとねもう秋なんですけどもね、なかなかこのちょっとなかなかこれちょっとね見栄えがあれなんで、まああんまりあれなんですけど、まあごめんなさい、センくんです、エブリバディ、ありがとうございます。まあ全くもう何やってるか説明つけて、まあエレファントカシマス宮本浩司ですね、まあパーソナリティーの宮本浩司ということで、やってまいります。プロデューサーの、小林武さんも今日も、来てくれてます。ということで、まずは ラジオのタイトルですね。私エレファントカシマス、宮本浩司の、なかなか暑くなったり、寒くなったりでなかなか、雨が降ったりやんだりでこう靴を乾かすんだけども、乾かした途端に雨が降って濡れて、でしょうがないから濡れた靴をまま履いていくんだけども、なんかすごいこうなんかぐしゅぐしゅの気分になって、こうなんか傘にこうね下までビニールついてればいいんだけど、それはそれで大変だろうなって思う今日この頃です。はい、ラジオということでありがとうございます。始まりました。コンパクトなタイトルでやらせてもらってます。ということで、本日のテーマですね。テーマ9月セプテンバーということでありがとうございます。まあ9月に入ったということで、まあいろんなその、まあ9月のね話を、していこうと思いますけど。まあ、ちょうどそのやっぱり9月っていうとやっぱりね、まあ2学期も始まったりとかとありますけどもね、まあそういうそのだから当時まあ始まるっていうかね、始まりは今っていうことありますけど、だから当時花チャンネルって芸人がね、その9月にね、その彼が当時渡辺の養成所でね、行く10月と4月から始まるしくてね、渡辺のその養成所がね、彼が10月から始まるんだけどもね、ちょうどそので卒業した1年目ぐらいですかね、行った時にもコンビでなんかオリエンテーションっつってね、その前説をやったんですよね。そこでその、まあ、新しい生徒の前で披露したんです。確かにね、そのね前説でハライチさんとかその前説で、そうすると最前に外人がいてね、でえらい外人をこういじってたら結構外人と仲良くなっちゃってね、でそれ後の厚切りジェイソンっていうんですけど、まあそれ彼とまあご飯の行くこともなって、なぜかツイッターのダイレクトメール、そうするとその渋谷のスクランブル交差点でね待ち合わせしたんだけども、彼とねご飯行くかっつって、そしたら着いた途端にね、伝え渋谷のスクランブル交差点の伝えの正面のとこで、ね、着いたなり第一声がこう、渋谷人多すぎるだろう、ね、まあ変わんなかったです。だからそのデビューする前からWhy Japanese People のテンションで二人きりの時に渋谷人多すぎるだろうってね、
片言で、だからその外国人は非常にその急に大声出してあげたりするから、結構日本人はびっくりしますね。だからね、うん、でそう、そっから2人でなんかねファミレスでネタ考えたりしてましたけどね。なんかね、結局まあ当時僕はコンビ組んでたんで披露することはなかったですけど、なんかドリンクバーガストに行ってね、ドリンクバーでドリンクバーってネタ書いてましたね。だからそのドリンクバーから味噌汁出てきちゃったっつって、おイッツクールとか、なんかそういうそういうやってました。はい、だ結構外人の方と僕は縁があるみたいで、ね、そういう意味ではね、まあ、僕はで花チャンネルですけどもね、花チャンネルなんかその新潟でいる時もなんかね、外人とジャハンっていうね、そのなんか英語講師兼っていうね、まあ、芸人と、まあ、当時アマチュア同士でね、新潟のコンテストお笑いライブ出てね、その時はお化け屋敷ってネタを作ってね、その時はこうお化け屋敷、こう夏だからね、こうひんやりするのがいいよね、お化け屋敷行こうっつって、それでその外国ジャハンがね、アイスクリームプリーズっつって、で僕はまたおイッツクールって、ね、いやその冷やしてじゃないんだよとか言ってね、ツッコミがね変わってなかったですけどもね、まあそういう、で結局その予選通ったやつのね、新潟のアマチュアお笑いコンテスト決勝行った途端にね、彼が来なくてね、で結局なんか英語のあの講師の仕事がアルバイトが入ったとか言ってね、結局ドタキャンされちゃってね、今ならまあピンでも出れるんでしょうけどね、こうやってね、だ彼出なかったみたいです。それも残念ながら、まあそういう悲しいお話がありました。ありがとうございます。まあ、全然9月の話は関係なかったかもしれませんけどね、まだ9月っていうと、まあこの服がね結構ね、夏服から秋服にこう着替えるじゃないですか、こうね、でそうするとでも意外とすぐまた夏が来たりとかしてね、ああまたすぐ半袖短パンつってね、秋服がドギマギしてますね。でかと思ったら意外とやっと秋服になったと思ってね、10月とかね秋服になったと思ったら意外とすぐ来るんですよ冬がね。だから秋服をもうすぐね冬服にまた切り替えられちゃってね、ああもう冬服みたいな、秋服がでももうでもまたすぐちょっと暑くなったりして、あやっぱり秋服ですとか、ああまた私の出番秋服とか言って、でもすぐや結局履けるから、意外と秋服がこう夏の暑、ああまだ出番じゃない、あ秋服だーっ、そしたらまた冬、あまた冬秋服の出番終わっちゃった、あ冬眠、秋、あ秋眠か、秋だから秋眠、えまだまたでも秋服って、秋服が落ち着くことができないっていう心配はありますね。まあ、秋服ってのはそもそもね、どういう存在なのかってありますけど、まあそれがちょっと気がかりというかね、まあそういうの気になりました。秋服がだからすごいこうなっちゃうっていう、いう以上9月の、話でしたね。ありがとうございます。ということでまあそのまあ9月の歌メドレーということで、ちょっとね髪毛量がすぐこう生えるんでね、これねちょうどこれあの切る手前の状態の髪型、まあ、切る前に、撮らせていただきましたラジオをね、ということで、まあ、9月の、歌メドレーということで、生歌、これ命の水と、披露させていただきたいと思います。ということでね、まあ秋ですからねやっぱりね、まあこれはこのあのサムネイルにもなってるんですから、これ、ね、湘南鎌倉とかね、この秋のね、どうでしょうか何がどうでしょうか、まあね迷ったら湘南に行ってね江ノ島に眺めてみると結構いいと思います。よくこれ撮るんですよこれね、ガイドマップって言ってこれね、横浜の結構ねあるんですよこれ、ね、いろんな、はい、ということで、秋服じゃね、秋ソングメドレーということでやってもらいました、ね、まずはねセプテンバー9月はそこで、セプテンバー9月は
と竹内まりやは9月になると忙しくなるから、セプテンバー9月になるとセプテンバー秋服に着替えるけどすぐ夏服、暑くなったり寒くなったりラジバンダリーということで、まあ、これは私 の、 あのカバーしている竹内まりやセプテンバーということで、いい歌ですね。これなんか駅っていう歌も言うたんです。竹内まりやのね、こうね、懐かしいあなたが駅に見かけたと思ったら違った別人に花おじさんに話しかけて気まずいわまさに駅って、まあこういう歌も、まあ9月じゃないですけど、ね、まあ、こういう歌も涙など見せずに弱気なあなた早く マクドナルドにハンバーガーでも食べて元気を出して、ちょっとねフリーズしましたけど、もう何回かこれ前あの霊的現象ってなん突っ込まれちゃってね、これもう私が記憶がだから止まる状態があの心霊現象だと思います。なんかフリーズしてましたって言われました。あとは、どうして人は別れ間際に綺麗な嘘をつくのでしょう、ちょっと顔も見たくないのに友達でいいよなんて、クレイジーケンバのセプテンバー、明日からあれがらやわくら横須賀の日に来ました、やっぱり明日は会社を休みます、仮病の理由はハイチュウ食べて歯が取れたって言って休みます、いいねクレイジーケンバン、クレイジーケンバン、いいね、下のね、トロンボーンの方がね、あの横山健さんはね、台座を回すんです。そうするとこれいいね、ガーン、クレイジーケンバーンと一回転です。で最後逃げろっつってね、こう舞台上に去っていくっていう、ね、クレイジーケンバーン。セプテンバー、これもいい曲ですからね。あとは9月のね歌ということで、スミレ。セプテンバーラーシャズナースミレセプテンバー吉川ひなのと離婚して結婚して離婚してスミレセプテンバーラーひなのセプテンバーひなの吉川ひなのは元祖藤田ニコル、聞いてもらいました。スミレセプテンバー、吉川ひなのは元祖藤田ニコルっていうこと。キャラがちょっと、ね、似てるんですよ。小顔でね、こうね。ああ、でも吉川ひなのです。シノラじゃないです。藤田ニコルは昔こんな感じでした。今はちょっとちょっとクールになっちゃいました。ね。ねじゃないんですけどね。あとはね。アース&ファイヤーセプテンバー、パーリアパスサドファーズパーリアパスサドファーズパーリアパスサドファーズ、ボーカルは見た目が
マキタスポーツさんみたいにこんな人が歌ってるよ、アースアンドファイアーボーカルはちょっと歴史さんってあの人にも似てるよ、こうねラララパーリアサスサスサスパーリア、何言ってか分かんないんだけどもパーリア、英語の意味わからないけどもパーリア、これね終わんないですよこの歌はね、ディスコでねひたすらパーリアス、パーリアに意味が分かんないですけどね。パッドサイデリア、パッドサイデリア、大好きな街だから離れられない、小林亜生の、パッドサイデリアということでね、ということで以上9月のためどれでした、エヴェルバデーということで、相変わらず不協和音でお送りしてます。僕は嫌だ、タタ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 、僕は嫌だ、平手友梨奈のモノマネでございましてね、ありがとうございました。平手友梨奈もね、なんかでもあの欅坂が卒業してからドラゴン桜とか笑顔でね、なんか笑顔見せてましたよ。キャッキャ坂の時なんとちゃんとなるなんとたんとたんなんとたん、僕は嫌だって言ってましたけどもね、あの最近笑顔なんてちょっともうあの頭がクラクラしてちょっとイラっているのをやりすぎてね、気をつけてください皆さんもね、ということでお悩み相談のコーナーエヴェルバです。ということで、お便り届いております。こちら伊藤美馬さんからお便り届いておりますね、こちらもなんかこちら横浜のねランドマークなんかあれしたらね、無人のなんかあのネックレスの店いなかったんですけども、もうこれ見た途端にあのこちらお探しですかとか言ってね、店員さん出てきてね、これ渡されましたよね。値段見たら結構もう2万円ぐらいしたね。ちょっともう一旦パンフレットだけもらって、パンフレットだけもらって通り過ぎてるんですけどね。伊藤美馬さん、これなんか誰かがねモノマネしてなんかねいますよね。畑陽子さん、畑陽子さんがなんかあのあれですね、張本さんですか、なんかモノマネして、その伊藤今のモノマネのその、強しっていう女コンビのね、なんかモノマネしてる方がいますんでね、よかったら応援してもらって、伊藤今はい、銅メダルね男女で取った後にこうハグされようとしてこう拒否したっていうね、はっはっはっ、そういうのはちょっとあの仕事でやってるんで、はい、そういうボディタッチとか、はい、もうコロナとか関係なしにNG でっていうのが印象的な伊藤美馬さん、ハグ NG です。長いですねペンネーム紹介するのに、伊藤美馬さんがいただきました、2学期デビューを目論んでいますが、何かいい方法はありますかってことでね、まあなかなかその2学期に対してね、あのまあいろんなありますけどもね、あの僕なんか昔ねそのまあだあの2学期というのか分かんないですけど、ね、まあその9月頃にね二十歳ぐらいの時にね、当時2002年ってワールドカップ流行ってましたね。それでそれベッカムヘアってのが流行ったんですよね。であれでその当時周りの友達がそのなワックスをつけたでしょ、強力ななんかワックス、金髪のあの染めるやつ、染めるつけ染めたらってありましたけど、おめでとうございます、おめでとうございます、その後相方が亡くなっちゃってね、一人でやってます、一人でおめでとうございます、でもう結局無料法いなくなっちゃって、もうまず傘だけになっちゃった、大きな傘の染めるつけ染め太郎の傘、染めのすけ染めとらろの傘って、今はもう
回せない染めぬすけ染めとろうの傘ということでね、まあ、あのそういう何の話でしたかねちょっと忘れましたけど、その、あの、まあ、要するにそのベッカムヘアをね、あのしていただいて、その茶髪金髪にしてね、でその9月から当時大学へね行ったんですけども、結構ざわざわされてね、やばいぞあいつみたいな感じで、結構、まあ、大失敗しました。だからその2学期デビューっていうベッカムヘアにしてきて、だからまああんまりそのね決め込まない方がいいと思いますけども、そういうね、あのやっぱりそうですね、2学期デビューって、まあ、ろくなことがね、ベッカムつつ、ベッカムの夫人がね結構スパイスガールつつってね、アンハルバドブゼ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 、ハバラバ、ハ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 パナマはどこだ、パナマはどこだ、パナマはどこだ、パパニューギニアとは違う、パナマはどこだ、パナマはどこだ、そんな場所ね、あるかあるか、パナマはどこだっていうね、そういう歌で一世風靡したあの方が奥さんでね、結構明るい陽気なあれ風の曲調は変わるんです、とりあえずパナマ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 って言って、とりあえずラララララってこう曲調が急に変わる歌を歌ってる方、奥さんでね、ベッカム夫人っていう、ね、何の質問でしたかね、2学期デビューを目論んでるんですが、何かいい方法はありますかということで、そうですね、まあまあ普通に投稿したいんじゃないですか、こうね、あんまりこうあのやっぱりあのね、あのやるといろいろやると僕みたいに こんなこれもんで投稿してもね、まあまあ変に思われるだけですからね、まあまあ通常通り、ね、投稿していただければと思います。エブロバデイトミマエブロバデイ、ね、さあということで、なんかそう卓球とかね、よくねあの高校の頃男女でねやるとこうスマッシュが股間に当たってね非常に気まずいって思い出しましたね。さあということで、質問コーナーでした。エブリバディいろいろ受け付けてます。ということで、ね、終わりに近づいてます。来週のゲスト、ゲストはですね、ゲストは、ベッカムさんがね来てくれてます。フリーキック、あとは、クレイジーケンバーの横山健さん、生いいねをしてください。いいね、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 いいね。月曜の深夜のあの渋谷のクラブに夜明けまで遊ぶナース、いいね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 。昼間遊ぶ時間がないから夜遊ばない、いいね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 。一日やることがない日、いいね、いいね、いいね。なかなか信号が赤にならない日、いいね、いいね、いいね。またフリーズしてしまいましたけど、ここはね、クレイジーケンバンドマンダーと花チャンネルが一回何回か挑戦したらしいんでね、まあそれもあのクレイジーケンバンドラジオとかね、まあ花チャンネルの YouTube 上がってて、よかったら聞いてください。いいね、まあ、僕はちょっとねあの違うんですけどもね、ありがとうございます。ということで、終わりが近づいてまいりました。エブリバディということでね、皆さん良い9月を、2学期を過ごしていただければと思います。ということで、素敵な9月2学期を過ごしてください。それではまた。でもこれ2学期って言うとやっぱりね、あの僕なんかやっぱりその当時結構憂鬱ってありましたよね、やっぱりね、なかなかその
あの2学期がね始まると同時にやっぱりね、そのやっぱり結構マラソン大会とかね、当時ね高校の時にあのずっと笠原くんっていうねすごい太ってるやつがねいてね、でそいつが結構まあしょうがないんだけど太ってるから、まあ最後までやっぱり練習とかまあするんですよ、マラソン大会あれね。なかなか普段体育の時間運転君遅いから、まあ、待ってるんですよ、友人だから、こう「おせえな笠原」っつってね、でもう30分が遅れてまあ到着してね、なんか筒を持ってんですよ、筒をこうね笠原君がね、何持ってんのお前それっつってね、いや途中来る途中にグラビアアイドルの優香のポスターがあったから「はい」できたとかでね、この薬局の優香のねファンだからですね、優香のポスターをね、まあ、今まあ犯罪、まあ犯罪で、まあまあまあ彼はまあまあね、あれですけども、まあまあ時効ということで、まあそれポスターを持ってこう登場したっていうか、まあそれを思い出しました。ということで本当に終わりたいと思います。ということで皆さん素敵な温度変化気をつけていただいて、温度上がったり下がったりキックザカンクルね、みんなはっきり時計状態で皆さん素敵な風に気をつけて9月をお知らせくだ、あ、お過ごしくださいということで、セプテンバートリコロールのってトリコロールの意味が分かんないですね、トリコロールの意味が分からない、なんか横浜 F マリノスでトリコロールとか言ってるけど、トリコロールってなんだろうなということで、なんか始める方もね9月とかいいタイミングかもしれない、始まりは今、ララ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 ラ、迎えに行くよ明日ある限り、始まりってやつは雪雲を抜かれて2人迎えに行くよ、人混みの中風に流されて行く人がいる、始まりは今、ララララララ風に流されて行く人がいる、始まりは今でした、今まで、ということで素敵な9月をまた会おう。